今回岸田総理に対ししてて何かを投げてしまったこれは選挙に対する重大な挑戦であり民主主義我が国の民主主義を破壊しかねない行為それに対してあの均等音でおなじみのサイボーズの青野社長がなかなか面白いツイートをしていましたのでそちら紹介したいと思います自民党が旧統一教会の問題に真摯に向き合っていれば去年の辛いテロは起きないついテロ <laughs> は起きなかったとし被害者も減らしたし 北朝鮮にお金が流れることもなかったどうして日本国民がわざわざ命懸けで犯罪に走るの,え走るのかテロが起きる原因からなくしていきましょう。ということでこれはスルメ・デ・ラ・ロッチャかつてスルメ・ロックと呼ばれた男さんのツイートを引用した形のツイートです。でスルメさんのお元のツイートを紹介しておきますと「テロを起こしたらみんなが原因や動機を究明しそれらをなくそうと動いてくれるんだ」という成功体験を広めることで日本をテロ天国にして。 ご自身やお仲間や大切な人がテロに巻き込まれて命を奪われることになっても笑って許せるんでしたらそれでいいと思います。はいその。その通りかなっていう気はします。その通りかなって気はします。どっち何かっていうと私はスルメさんに、スルメさんに同意します。これの出発点が何かというと、スルメでラ・ロッチャかつてスルメロックと呼ばれた男さんの4コマ漫画です。テロを肯定するなということで、テロは絶対、どんな事情があろうともテロは絶対に肯定できません。 だけどテロをされた方にも原因があるから被害者を叩きましょう加害者の事情も考えてみましょう加害者を追い込んだ問題を解決しましょう原因と同居を徹底的に究明しよう加害者に同情しちゃいますテロより許せないものもあるよねそれをテロを肯定するというのだという4コマ漫画のオチになっておりますこちらの方も今ちょっとあえて割愛させていただいたのはこれはあの d m c 4というですね デジタルミレニアムの法律がありましてこれがんかいろいろやられちゃうんですよやられちゃうんで最後だけ著作権に引っかからないという設定で設定で割愛しましたスルメさんの漫画確かアマゾンの方で出してますよね無料で読めるものもかなりありますのでスルメさん大変面白いので,でそしていろいろなヒントを与えてくれますので私とてもいつも参考にさせていただいております この鶴目さんのツイートに対して、4コマ漫画に対して、原因や動機を究明して、それらをなくすことが効果的にテロを減らす方法だと思います。違うのという形で引用ツイートした。ここから2、3往復して、こちらのツイートの方に戻ってきます。自民党が旧統一協会の問題に真摯に向き合っていればあ、ということなのですが、向き合っていれば去年の辛いテロは起きなかったし、被害者も減らせたわけだ、とおっしゃるんですが、 旧統一教会の問題ってこの旧統一教会、えー、いろいろと分かってきているのが信者の数が6万人ぐらいということでして、えー、支援している宗教団体としてのその数は票数として決して多くはない。決して多くはない、まあ、旧統一教会において政策が左右にするんであればん白、うんうん、がこう言ってます。<laughs> <laughs> なんか今連立政権組んでるあそこのところの方が政策的にはばっちり影響力が強くってあそこの団体あ創価学会です、まあ、私自身の祖母が母方の祖母がやってましたんでうちもちょっとイラッととすする思いしたことがありますあもちろん私の友人で本当に信じていて創価高校創価大学って言ってうちのところに借伏に来た中学校小学校中学校の同級生とかもいましてその本人は幸せだと思ってやってるんで、まあ、それはどうぞご自由にというところ。 ただ宗教がということで言うんであればやっぱりそういうところも出てきますんで一個の宗教だけを取り上げて問題だとするのはおかしいというのは問題があることをその宗教がやってるんであればその問題は法律で処罰しなければならないそしてその上で法律による救済ができないんであればそれはやっぱり立法措置っていうのは必要ですけれどテロを基準に法律ができてしまった国が動いてしまった ただですね、こちらのサイボーズの社長さんがおっしゃるところが、私の中でのちょっと事実誤認がありますので、皆様と共有しておこうかなと思います。えー、被害者も減らした。北朝鮮にお金が流れることもなかった。えー、どうして日本国民がわざわざ命がけで犯罪に走るのか。いや、命がけで犯罪に走っちゃいけないんですよ。まず大前提で。でテロが起きる原因からなくしていきましょうということなんですが、そのテロを起こした人間が、 狙っていることを求めていることを実現させたらこれテロの効果を高めてしまう命懸けですれば解決するんですかいやいやいやそれダメでしょって話放置効果によって絶対に許しちゃいけないラインがあるそしてですね先ほどの旧統一協会の、まあ、北朝鮮にお金が流れたとかっていうのは、まあ、実際サイボウズの青野さんが何をソースに論拠にして語られているのか私には分かんないんですがやっぱりこちらを思い出してしまいましたドー TBS ニュースディーグですね。これは BSTBS の報道,、えー、道1930という番組でして、旧統一教会関連会社が北朝鮮に潜水艦を仲介、日本人信者の献金が北の兵器開発に使われていないか。はい、ここポイント。いないか。使われてるじゃなく使われていないか。ということでして、こちらの記事はですね、 北朝鮮が買い求めたという潜水艦が実はもうボロボロの中古品だったんですけどこれを北朝鮮に仲介したつないだのが旧統一教会関係者だったんじゃないかという話から一体その開発費用はどこから流れていったんだろうお土産3000億円を持参して訪朝今年8月旧統一教会の文鮮明教会創始者没後10年の式典に金正恩氏らから花輪と弔電が届いた。 2019年には金正恩氏から菅鶴子氏に包丁の招待状が届いている結局コロナ禍で頓挫したものの実行されていれば世界の国会議員900人が随行したというその中には現在教会との関係が取り沙汰されている自民党の新 C 方も何人も名を連ねることになったのかなったのか30年にわたり旧統一教会問題に取り組む渡辺弁護士は言うこれですね、まあ、30年取り組んでるということなので弁護士の先生 1991年に文鮮明さんが包丁した時は3000億円とか持参したと言われています。今回実現していれば、いればということなんですが、国連制裁がバッチリかかっているところに国会議員が一体お金をどれだけ持っていくのかというのが常識、常識ベースでの話。そして1991年当時、北に仮にお金が流れていっているんであれば、まあ、この文鮮明さんをその後日本に入れたりと,とか、いろいろなことをした。まあ、そこで名前が出てくるのが金丸新さんです。 金丸さん安倍さんののところの派閥じゃないですでしかも1991年安倍元総理確かまだ国会議員になってなかったなってなかったし預かり知らぬところの話普通に考えれば預かり知らぬところの話そして1991年ぐらいのこちらお金と言いますとこれですねいささか私アルバイトしたことがありますのですぐにピコーンとくるのが ダーブルパチンコ、ダーブルパチンコというね、芸人さんの芸がある、芸というかギャグがあるんですけれど。パチンコです。パチンコマネーというのは、これもうみんなが全部アングラではなく、ちゃんとしているところもあると言っておきます。というのは、私バイトしてたところ、あの、まあ。普通、普通の会社でした。

パチンコ代がありましてこれはパッキーカードじゃなければあるいは関西だとパニーカードよってこちらの北の方にお金が流れることもなかったっていうのはそうやっぱり金額の問題っていうのがあると思いますんでどうなのかなっていう感じですかね。やっぱり事実関係としてい,やいけないことならばいけないんですけれど例えば今ならば外為法こちらの方でしっかりと取り締まれば良いだけの話ですし 一方で、テロリストに成功体験を与えちゃいけないんですよ。それをスルメさんもおっしゃっていて、私もスルメさんに完全に同意します。えその中で、やはり、こういう意見も出てきちゃうんですね。これはちょっと名も与えたくないんですが、まあしょうがないか、ガザのンテこちら。青空幸喜さんとお読みするのかな、この方。 えー、24歳あ。同い年ということもあり、複雑な感情。いかなる理由があろうとも、テロは許容されない。同情の余地も全くない。ただし、犯行に至った背景を解明し、必要に応じて、社会的アプローチ。社会的アプローチを検討することは必ずしも、テロ行為に正当性を与えるものではないはず。模倣の連鎖を防ぐことが最優先。これも、結局は同じことです。サイボーズの青野さんと同じようなことをおっしゃっているとしか私には理解できない。どういうことかというと、 犯行に至った背景を解明するも何もやっちゃいけないことはやっちゃいけないんです。例えば裁判所において量刑を決めるんでそのプロセスいわゆる上場酌量の上で動機っていうものも必要になりますけれどやっちゃいけないことをやったわけです。しかもそれに対して社会的アプローチを与えるということは、まあ、これ何かやったら助かる助かる嫌な話ですけれど Google 先生に尋ねますと、どれぐらいのラインでどれぐらいの量刑になるかっていうのはある程度わかる。すると、そのラインで何かをやったらいいんですかという話になる。テレビ朝日、サンデーライブという番組が昨日ありました。その中では、 ドッカーンの作り方というものを今節丁寧に説明していて、さらに本日、令和5年4月17日の TBS「ひるおび」では、ドッカーンってなった時にもっと多くの人をドッカーンとするための、あすいませんね、ふざけてんじゃないですよ。この細かいことを言うと全部通報されちゃうんですよ、この番組。何か、何かに狙われているんでね。ふざけてる,、まあ、ふざけてるんですけれど、ドッカーンと。 にになった時にもったたたもとよりり多くのの人を謝るための方法が語られておりました必要でしょうかいや、不要だと思います。しかし、今のテレビというものはそういうことを繰り返していて、一方で、テロに同意するかのような発言をしている。この大空幸喜さん、テレビ朝日が制作しております、ABEMA、インターネットテレビアベマ、ABEMA。 の、アベマプライムなんかにも出ておりまして、比較的フラットなご意見をおっしゃる方なので、まあこれは私の好意的な見方、好意的な見方としておきますけれど、まあそこまで深く考えていないのかなっていう気はします。絶対に許しちゃいけないラインというのがあって、優しさだけでは世の中救えないことがあるんです。と私は考えるんです。 私はもう優しさだけで全てが解決するならばそれでいいんですが、まあ、しかし被害に遭った人間にも家族がいるんですよこれ報道ベースマスコミ周辺にいる人たちというのは加害者の人権とととといううことをににかく大切ししようとしますしかし被害者にだって人権ありますというかもはやその人権が奪われてしまった人もいるんですその人権を奪われてしまうのがテロ行為なんです そして今回え、そして安倍元総理を襲ったテロリストがやったことは、我が国における民主主義への重大な挑戦なんです。そのテロ行為に関して心を寄せるですか面白くないです。私にとってそれは大変面白くないです。あの、え旧統一教会でね、なんか初めのぴのご活躍をなされている鈴木エイトさん。彼がえ安倍元総理が教団に倒れた直後、蓮舫参議院議員のツイートを引用する形で、 まあこれはいろいろな政党とつながりがあるんだよ。なぜならば、元民主党、現在その方は国民の方に行かれてるんですけれど、の選挙の応援で旧統一教会が入っていてということ、まあ、それについてはこの「宮やチャンネル」かっかり、他の番組でもやったんで、今回割愛しておきますけれど、私もそこをちょっとかすってるんです。かすってるんで、ばっちり覚えているんですが、いろいろな政党が旧統一教会との接点がありまして、自民党だけというのがおかしい。はい、ここで なんだか先ほどのサイボーズ青野社長さんのお話おやおやって気がしてきませんか、うん、うんうんうん白がこう言ってますアベがあの青野社長ってサイボーズ青野社長って今や毎日ね知らない方はご存知ない方はご存知ないんでしょうけれどアベがなんですよアベが今から2年前の9月14日こんなツイートをしております ドイツ協会系のイベントでトランプ氏の後に安倍前総理がスピーチをしたそうです。強い驚きを持って受け止めています。スピーチの一節より、と、わざわざスピーチの一節を紹介し、夫婦同性を強制するのは日本だけですよこちらの情報に私は動揺しています。ネトウヨーの応援コメントを待ちたいと思います。一国民としてこのような情報が嘘待つ、嘘待つと言って嘘であってほしいと願っております。 青野さんって、もう有名なアベガーなんですよ、えー。政治的な意図で言うと、夫婦別姓を、まあ、活動している方でして、その活動はどうぞご自由にってことなんですけれど、何かがあるとア、アベガー、アベガーってやってたのがこのサイボーズ青野さん。テロすらも、ご自身の政治的な活動に利用しようとしていることはないと思いますよ、と信じております。と信じております。なぜならば、 テロリストに何も与えない名前もだ。テロの目的の一つは悪名を届か,届かせることだ。犯人には何も与えるな。これはパンパコ工務店さんの、えー、ツイート、イラストでございます。テロリストには何も与えない名前もだ。テロの目的の一つは悪名を届か,届,か届かせることだ。犯人には何も与えるな。岸田総理を狙ったテロ行為について、ワイドショーが渋滞してるようです <laughs>。渋滞してるようです <laughs>。なぜならば、明らかな模倣犯。 明らかな模倣犯の中そこモゴ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 ってなっていて自らが繰り返した旧統一教会いやというよりはそれは正しくは安倍が安倍元総理を叩きまくる安倍ヘイト今安倍ヘイトの果てに身動き取れなくなっているんであれば私心の底からこう呼びかけたいと思います明るく元気に言いますよゼメーゼメー 「じゃあもう遊ばせでございます」なんて、ね、うっかりつぶやいてしまう今日この頃でございます。